ビジョン 868S3 グラフィックスリミテッドはアメリカ合衆国のグラフィックスチップ設計製造企業。前身の S3 インコーポレーテッドはチップステクノロジーズの創業者でもあっただど、バナタオとロナルドやららによってカリフォルニア州サンタクララで1989年1月に設立され1990年代前半には グラフィックスチップセットの有力なベンダーであった。本記事では両者について記述する。ビジョン968バージ 2D がパソコンの主流の1990年 S3 は 86C911 という製品を発表した。この製品はそれまでの画面に表示するデータの保存場所でしかなかったフレームバッファと一線を隠した画期的な製品である。 グラフィックアクセラレータと名付けられた。それは、それまでフレームバッファーへの描画を行っていた CPU の処理の多くを肩代わりし、CPU を本来の情報処理により多く使うことで、パソコンの性能を向上させるというとても野心的な製品である。その成功により、他社からも類似的な製品が多数発売されることとなった。911は、 ポルシェ911に由来し、以後、924、928など、ポルシェ由来の型番の製品が多い。最初の製品である911で、すでにトップメーカーとなり、ハイエンドを好む日本市場では特に人気となった。その後、バリエーションが増え、900番台は、デュアルポート D ラムを用いる、高額高性能製品向け、800番台は、 シングルポート D ラムを用いるメインストリーム向け700番台はシングルポート D ラム利用とともにラムダッツを内蔵した普及価格製品となる24ビットカラーを可能とした924その800番台である805シングルポート D ラムを用いていた805のメモリアクセスをインターリーブで高速化した 805i32 ビットカラーを可能とした928と ほぼすべての市場でトップシェアを取るまでになった。1994年にはメモリアクセスを64ビット化した製品が発売され、この製品からビジョン964、ビジョン864、ビジョン764とペットネームが用いられるようになる。764には別にトリオ64という名称も付けられている。それに続いたのが動画再生支援を追加した。 ビジョン968.868である。この当時の S3 社は、まさに業界をリードする会社であった。市場で 2D 描画が十分な性能と考えられ始めた1996年、マイクロソフトからダークテックス2.0が発表された。これには 3D API のダイレクト 3D が搭載されており、市場は 3D 性能を重要視し始めた。 S3 S 社は独自の命令セット S3D とそれを用いた新製品バージシリーズを発表した。しかし S3 社は性能向上に伴う価格上昇を避け製品の低価格化が主流となると見て S3 バージとデュアルポート D ラム版のバージ VX を開発し発売した。その後325をもとに低価格市場向けで開発を計画していたが その予測は完全に外れ、市場の性能競争はさらに激化していった。トリオ 64V サベージ4プロ S3 は、バージ、デラックス、その後継の銅、GX、銅、GX2 とバージシリーズの 3D 機能強化を行っていったが、市場での印象は好ましいものではなかった。そこで開発中の銅、GX3、銅、 GX4 をサベージ 3D サベージ4に改名し、サベージブランドを発表し、イメージを一新を図る。しかし、財務状況悪化により、高性能製品の開発も滞るようになる。それ以後、大きな差のない製品を乱発し、製品ラインナップすら満足に確立できなくなっていった。そして S3 が停滞していた1996年に、 専用 API のグライドを採用したウールシリーズを 3DFX が発売、NVIDIA もダイレクト 3D に対応し、3D 描画が高速な製品をやつぎばに発売し、ローエンドからハイエンドに至る市場を席巻した。NVIDIA が S3 社のみならず 3DFX 社や、その他のチップベンダーすら市場から駆逐し始めたところへ、決定的な製品として、 G-Force256 が発表された。S3 は NVIDIA や ATI の製品に性能面で遅れを取り、その一方で低価格、低性能化路線は90年代後半に GPU 機能がマザーボードのチップセットに統合されたことで単体 GPU の低価格製品市場も徐々になくなっていく状況にあった。G-Force256 に対抗する製品として、 投入されたサベージ2000は S サントルコリラと称するジオメトリエンジンを搭載した。しかし、デバイスドライバやハードウェア T&L エンジンのバグなどの問題により CPU で処理させた方が早いという本末転倒の状況すら発生してしまう。1999年に老舗の GPU カードメーカーのダイヤモンドマルチメディアシステムズを吸収合併し、 マルチメディア機器部門を設立。チップのみならず、カード製品の販売をも行うことでテコ入れを図ったものの2000年4月11日に GPU 部門を3億2300万ドルで台湾のビアテクノロジーズに売却し、S3 はビアグループの一員として生き残る道を選ぶ。その際に両社で設立されたのが S3 グラフィックスである。 S3 本体は2000年8月3日に GPU 関連業務から撤退社名をソニックブルーに変更しマルチメディア機器に注力したが2003年3月21日に連邦倒産法第11章の申し立てを申請して解散した。デルタクロム S8 その後 S3 グラフィックスは長い間活動状況が不明であったが2003年10月にデルタクロム シリーズを発表し、グラフィックチップ市場へ復帰。S3Chrome シリーズは2000年代には、新興国向けの安価な低性能ビデオカードとして知られた。以降、メインストリーム、ローエンドをターゲットとして、低発熱や電力あたりパフォーマンスをアピールする製品を中心に、HDTV 出力にいち早く対応するなど、2D 周りで、 独自の機能を多く搭載した製品を投入している。日本国内では、チップ製造委託先の富士通を除いて、大手メーカー製 PC への採用例はないものの、自作市場では省電力性や、静音性を重視するユーザーに評価されていた。コンシューマー向け製品としては2008年に発売された、ダークテックス10.1対応の Chrome500 シリーズが最終製品となる。 2010年代に入るとコンシューマー向けからは撤退し、その技術はビアが提供する業務用のデジタルサイネージ向けの組み込み用チップセットとして生き残っている。2011年6月、Chrome400、500系列のコアをビアのデジタルサイネージ製品向けに再構成したチップ S3Chrome5400E を発表。それを組み込んだビデオカードビア1なども発表したが、 その後の Chrome は単体のグラフィックカードとしては提供されておらず、ビアの提供するデジタルサイネージシステム用ハードウェアのチップセットとして存続している。ビアは X86 互換 CPU やマザーボードなどの技術を保有しており、PC ベースのハードウェアにセキュリティシステムなどをセットで供給できるメーカーとして市場からの評価は高い。 2014年現在の最新製品はダークテックス11に対応した Chrome600 シリーズである。2011年7月6日、ビアテクノロジーズは S3 グラフィックスを同じビアグループ内のスマートフォンベンダーである HTC に売却すると発表した。HTC は2012年以降、Apple などの競合スマートフォンベンダーに劣勢を強いられる状況が続いたため、 S3 の持つグラフィック関連の特許を切り札として、競合他社に訴訟合戦を仕掛けていたが状況はかんばしくなかった。HTG のスマートフォン市場における世界シェアは2011年の8.8%をピークとして2016年には0.9%まで下降。2017年には HTG のスマートフォン部門の一部が Google に買収され、 今後 HTG のスマートフォン事業が縮小する予定が示されたが S3 の技術は h t c が保有し Google 社へのライセンスを行う形となる。ありがとうございます。